え皆さんこんにちはえ司法書士から予備試験メジャー科目の落とし穴というガイダンスを始めていきます担当いたしますのはレック東京リーガルマインド専任講師竹山茂之ですえまずはですねこれ司法書士試験合格おめでとうございますこれで実務に出られますえバンバン登記やっちゃってくださいでも実務と並行して予備試験受けて司法試験これ受けてみませんか そして受けるときに何が落とし穴になるかえそういったことをご説明するガイダンスですでまず予備試験司法試験を受けるメリット今司法試験を受けるためには資格が必要で予備試験って試験に受けて合格するかロースクールに行くことが必要ですただやっぱり働きながらだと予備試験このルートがいいと思いますでなんで受けるかというとこれ登記もできる弁護士 あの司法書士、登記できます、あと関西大理を取れば140万未満の裁判、えこれ、簡易裁判所でできますが、どうせするなら、金額、青天井で裁判できた方がいいですよね、お客さんもつきますので、登記もできる弁護士、これになっていただきたい、あと今です、今、合格した瞬間、司法書士試験の知識、めちゃくちゃあります、なので、この知識があるうちにステップアップを図ってほしい。あと ご存知の通り、司法書試験と予備試験、司法試験は共通科目が多いこんな特徴があるのでぜひね今から受けていただきたいですで予備試験と司法試験の科目もご存知だと思いますけど、えー、大雑把に言うと大体これです憲法、行政法、民法、商法民事訴訟法、刑法刑事訴訟法、民事実務科目、刑事実務科目一般教養選択科目で5科目が重なります太字にした憲法、民法、商法民事訴訟法、刑法 そしてマイナー科目である司法書士試験でマイナー科目である憲法や刑法、民事訴訟法は、まあ、とりあえずマイナーだけど皆さん一通りやってますよねだから基礎的な力があるのでこれはアドバンテージがありますでもっとアドバンテージがあるのはやっぱりメジャー科目民法と商法これさらなるアドバンテージがあります正直言いますとね帝党とかは皆様方司法試験合格賞にも圧倒的な知識を持っていますただね 注意点がありますそれはね司法試験の民法商法と司法書士試験の民法商法は出る分野がやや違いますこれ、ね、難易度のことじゃないよ難しさとかは置いておいて分野が違うんですよ何かっていうとこれ司法試験は裁判のための法律が出るんです司法書士は登記のための法律が出るんですこれねあの語弊を恐れずに言うとこれ全然違います視点が。 例えば民法って大きく大きなくくりにおいても司法書士は物件法と相続法に重点が置かれているこれ出題数見れば明らかですよねえ物件というのは担保物件と合わせておそらく9台出たと思うんですけど択一でえ債権4台しか出ないでこれなんで物件法と相続法かというとまさに登記に必要だからで相続というのも、ね、あの諸外国では物件法に編入されるぐらい物件変動を扱うのでこれも重点が置かれます 一方、司法試験はこれ全体的にまんべんなく出るんですけど、強いて言えば再権法の方がどちらかというと重要か、さらに親族法相続法はややマイナー、同じ民法でも出る分野が違うんですね、でもっと言いますと、定等権、定等権は司法書士でも、司法試験でも非常に重要な分野です。しかし、これも見てください、民法の中でも違う。定等権で言うと司法書士試験は、 根抵当や抵当権の処分といったところに重点が置かれます。これは当然登記が出てくるからです。一方司法試験っていうのは抵当権の範囲とか物上代とか抵当権侵害に重点。これなんでかというと、司法試験で裁判のための法律なんで、私の土地の抵当権が侵害されている裁判だ。そういう観点で出るんですね。だから出る分野が違う。で、商法でもこれ同じことが言えます。 でそこで学習法司法書士と予備試験の学習法の違いは司法書士は担当重視どちらかというとあと、ね、科目間にメリハリやっぱりメジャー科目商法民法登記法をやらなきゃいけない一方司法試験は論文重視で各科目は基本的に同一配景ですだから司法試験はなるべく、ね、各科目をまんべんなく勉強しなきゃいけないそういうことになりますでまとめなんですけど 今日やった、ね、司法書士試験と予備試験、司法試験の違いを抑えて、ぜひステップアップしましょう。で今日言った、ね、司法書士は登記のための法律、そこから司法試験の裁判のための法律に切り替えるんだって意識があれば、これね、普通に司法試験、合格できると思います。ぜひ、ね、目指してください。そんなことでレックからです、ね、実は今年の司法書士試験、2020年ですけど、見事突破された。 皆様へ特別の割引価格で司法試験を目指すことができるんですね。えー、この2022年予備試験合格目標司法書士合格者専用スピードマスターコースこれ基本的に、ね、司法試験のレックの普通の講座なんですけどなんと19万8千円30万円引き早得でね、まあ、細かい条件は各視点に問い合わせてい,いていただきたいんですけどぜひ、ね、これ利用してください。でこちらにです、ね、あの司法書士から見事 えー、合格された方も出ています是非ですね講座のこともレックにお問い合わせくださいそれではご清聴ありがとうございました